か尾浜田山とらの子不動産ですこんばんはえー、事故を起こしたのは国立競技場の目の前です六本木方面から四ツ谷へ向かうところを図のように U ターンしました若手人気俳優が28日夕方乗用車を運転中にバイクに衝突しそのまま現場から立ち去ったとして 29日、自動車運転処罰法違反、過失傷害と同行法違反、引き逃げの疑いで警視庁原宿署に逮捕されました。バイクに乗っていた男女2人が怪我を負い、女性は左足を折る重傷。容疑者は目撃したタクシー運転手の説得で、数分後に現場に戻り、容疑を認めた上で、気が動転していた、と供述しております。 23歳ウレっ子俳優。引き逃げ容疑。それでは、お先に失礼します。